はい、じゃあですね、2回目のお話ですが、じゃあヨハネによる福音書の1章の38と39だと思いますが、ちょっと読んでみたいと思いますね。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は10時頃であった。この箇所は弟子たちがイエス様と最初に会った出会った時のことです。で、僕はいつも思うんですけれども、人生で非常に大切なことの一つ、それは出会いということですね。アメリカへ行きますとね、よく質問される、ごめんなさい忘れてた今耳が遠くなって補聴器をつける。皆さんの質問を聞くには補聴器なしには聞こえないのですみません。はい、それでまあアメリカへ行くとね、必ず小さな集会でお話をしようとするとね、彼らが質問するのは2つ。一つはね、クリスチャンがとても少ないと言われる日本で、どうやってあなたたちはクリスチャンになったんですか、イエス様とどうやって出会ったんですかと必ず聞かれますね。でそれを話してほしいと言われるんですね。で今一つは妻といつも一緒に行きますから、あなたたちはどうやって出会ったんですか、その出会いの様子を知らせてほしいというふうに言われるんですね。だいたい人間が興味があることを新しく生まれて、やっぱり皆さんがイエス様と出会ったっていうのは本当にクリスチャン少ないわけだから、どうやってあなたはクリスチャンなの、なぜあなたは聖書学校なんかって言っちゃ失礼だけどにいるのか、これとても不思議なことなんですよね。だそういう出会いというもの、ましてやですねイエス様との出会いもとても不思議な出来事なんですけれど、当然伴侶との出会い、これはもう人生でとても大きな出会いの一つですね。まあ、そういうような出会いということはもう本当にこの神様の技だなというふうに思います。皆さんの人生にもそういう出会い、不思議な意味を持つ出会いというのがあるだろうと思いますね。でここで何人もの弟子たちがイエス様と出会った様子が書いてありますね。名前を挙げますとアンデレとか、あるいはヨハネ、ペテロ、ピリポ、ナタナエル、こういう人が全部書かれていますよね。そういう人たちがイエス様と出会った様子が書かれていますが、その時の出会いがどれだけ大きな意味を持つかということは当時彼らはまだ分かっていなかったと思いますね。またそのイエス様がどんな方かもよく分からずに出会った。でもそれが決定的な影響を彼らの人生に与えました。まさかですね、その中の大部分は漁師だったりしたんですけども、自分たちの名前や自分たちの存在が何千年にわたって世界の人々に知られるなんて思ってもいなかっただろうと思いますよ。彼らの名前は今や歴史にその名を留めただけではなくてですね、まあ、おびただしい数のですね、まあ何と言いましょうか、彼らの名前をつける人たちがヨーロッパやアメリカにはいっぱいいるのね。特に、英米諸国には多いですよね。アンデレのことは英語で何て言うか知っていますか。アンドリューと言いますね。ペテロはピーターでしょ。ピリポはフィリップ。フィリップ殿下なんているじゃないですか。で、まあ、そういうヨハネが一番多いね。ジョン。こういう名前をつける人たちが、例えば皆さんが英米文学を読んだらばもういっぱい出てきます。つまり彼らは漁師に過ぎなかったのにイエス様と出会って
歴史にその名が刻まれ、その後多くの人々の名前になっていった、まあ、大変不思議な出会いをしたんだというふうに思いますね。ですからこの弟子たちはイエス様から影響を受けただけでなくて、その後、まあ、人類のといいましょうかね、さまざまな人に影響を与える人に存在になったんだなと思いますね。で、まあ、そういうわけで、まあ、今日ですね見てみたいな、そういう出会い、皆さんにもきっといい出会いがあると思いますが、どうやって始まったのか、でその出会いということの持つ意味について考えてみたいと思いますね。で第一番目にね、出会いは偶然ではありません。背後に必ず神様の働きがありました。だから出会いは必ず神様がなさることです。だからいつも結婚の式を僕やるときに言いますね、二人は偶然でやって結婚すると思ってはいけません。クリスチャンであろうとなかろうと、背後に神様がおいでになって、二人がですね会うように神様がずっと働きかけておられて、初めて実現したことなんですよということが多いですね。ですから皆さんは、出会いが神の技なら、一体神様はどういう意味を持ってこんな出会いを与えてくださったんだろうということをですね考えてみられるといいと思いますね。だから、この人たちがイエス様と出会った様子を見るとですね、いつもイエス様の方から働きかけてるのね。彼らが求めたわけではないんですよ。イエス様の方からですね、あなた方は何を求めてるんですかと振り返って聞かれたとあります。で彼は恐る恐る、ね、言ったんですけど、イエス様の方から語りかけてくださる。ペテロの場合もイエス様の方から、あなたはヨハネの子シモンです、あなたをこれからはケパと呼ぶようにしますというふうに言われて、ペテロは当惑しましたよね。でまた翌日ピリポを見つけた時にね、イエス様はね、私に従ってきなさい、ついてきなさいと言われたんですね。皆さんいかがですか、ここにイエス様がいて、つかつかっとあなたのところに来て、私についてきなさいと言われた、ついていく、それはついていくよね、感動するよねそういうような経験を彼らはまさにやったわけですね。ですからこれは偶然じゃないな、神様の方から働いていらっしゃるんだな。言い換えれば、皆さんがクリスチャンになったのは皆さんが求めたからじゃない、神様が皆さんを招いてくださって、働きかけてくださって、あなたの方からついていきたいなという気持ちを神様はそれも与えてくださって、そうしてイエス様と出会ってる。ですからこの出会いの根本的な力はイエス様の方にあるということですね。我らはかなり優柔不断です、ね、で僕がですね、夏休みにね、高校生の頃自分の家に帰った時なんだけれど、もう学校がね、電気の学校嫌でね、そしてもうやめたいやめたいという気持ちだったのね。目的もなく夏休みを過ごしていた時に、60年も前だから、なんとそこに、宣教師がいたんですよ。外国人をそこで見るなんて、田舎の小さな町だからありえない。あの人何してるのって母に聞いたら、あの人はキリスト教の布教師だって、古い言葉だね、布教師なんて、ね、言ったのね。へーと思った。僕は電気には興味がなかったけど、英語には興味があったから、一度自分の英語が通じるからどっか試してみたいなと思ったのね。それで僕はね、その宣教師がふっと見たら、僕の家の前のお店にいるのを見たので、まあ特にね、この話す勇気もないと思うけども、近くまでそっと行ってみたら、すっとその宣教師が振り返って、あなたは高校生ですかって僕に聞きました。え、そうです、ね、そしてどこの高校ですかって聞くので、熊本の電波高校ですって言ったら、実は私はここに来る前に熊本にいました、あの電波高校のすぐ近くの教会にいました、あなたの先輩たちは
私の教会に来てましたって言って話しかけてくれたのね。だからあなたもいらっしゃいって言われたんですよ。それで招いてくれてね、行きたいなと思ったんだけど、ね、なかなか勇気がなくてね、行こうかな行く前かなとずっと迷って、それでとうとう1週間が過ぎて、それでもどうしても行きたいなと思って、でも一人で行けないので誰か友達をさせて、お願いだから一緒に行ってくれと言って行った。そして教会の小さなね、あの日本のお家のね、あの開き戸の教会だったんだけど、前に立って開くのにとても勇気がいったんだけど、ガラガラと開いたら、そしたらそこにあの時会った宣教師がいたのね。そしてよく来ましたね、もうあなたと会って1週間も経つからね、来ないと思っていたらよく来ました。実はね、1週間前から毎日あなたのために祈ってたんですよって言ったのね。上手だなと思った。僕感激しちゃった。1週間も祈ってたのか。なんでもっと早く来なかったんだと思ったんだけど、まあ、そうやって僕は初めて宣教師と出会ったんですね。今振り返って思うのはね、1週間行ってみたいなっていう気持ちがなくならなかったことです。もう途中で僕はね、もういいやと思うことだってできた。だって最初は行きたいっていう感激やったかもしれない。でも1週間もってだんだん廃れていくじゃないですか。でも神様はその願いをずっと持続させてくださった。そして行ったらですね、まさにあの時の宣教師がいて、そして1週間も僕のために祈っていたということを聞いて、僕はとても感激してしまった。それもですね、出会いがもたらす、その感激もこれ神様が与えてくれたものだと思いますよね。まあ、そういうような一つの出会いというのは、振り返ってみるとね、これはもう神様がなさることだな、自分じゃないなと思いますね。まあ、そういうことですよね。だからある人が言いました、出会いというのはね、単に途上で生き合うことではない、ね、むしろある人の呼びかけに応えることが出会いなんだって言ってますね。そしてそれに応える人のみに一つと恵まれる運命的なものだというふうに言いました。またある人は、出会いとはただ会うってことじゃないんだ、生涯にただ一度とでも言うべき命の触れ合いのことなんだというようなことを言ってます。だからこれクリスチャンでやろうとなかろうが、出会いというものは多くの人々にとってとても不思議な一つの出来事なんだなと思いますね。そして出会いというものはしばしばね、大きな転機を迫ることがあるって言いました。その出会いで私の人生の方向が変わりましたという人たちはとても多いんだそうです。で、そういうようなことをもたらすもの、これが実は出会いなんだ。ですから僕は振り返るとね、自分とイエス様との出会い、自分と宣教師との出会いはまさに以上の言葉に該当するもので、運命的なものだったなというふうに思います。そして一生に一度のことであって、しかも人生に大きな転身を迫るものであったとするならば、それが僕の人生を決定したんだなということをつくづく思いますね。だから16歳の時にですね、僕は本当にあの教会の扉を開いたことによって、それはもう大変な私の人生の、そうでなければですね、会うことのできなかった多くの人々の扉を開いてしまったですね。まあ、そういうようなものが実は出会いだというふうに思いますね。で、2番目にね、出会いというのは神様の技であると同時に、それはね、いつもそうなんですけども、何気なく小さく始まります、ね、だからバカにできないですね。あんな何気なく小さいことだと思っていたものがこんなに大きく変わっていくのかというふうに思いますね。まあ、今私が牧会している教会は阿蘇と熊本っていう都市の中間にありますね。大洲市とよく
梶川先生おっしゃるけど市ではありません、まだ町ですね、そういう大津の町、あの年人口が1万6000人ぐらいの小さな町でしたね。でそこへですね、50数年前に一人のアメリカ人宣教師がやってきた。でそこからあの教会は始まったんですね。でその宣教師はですね、東京の日野教会というところを1年間牧会した後に、自分は東京という大都会でなくて、キリスト教が一度も語られていない田舎で伝道したいと思ったんですね。それで彼は九州を旅行しました。そして汽車に乗ってね、福岡からですね、この久留米を通って大分の方へ向かったんですね。その途中に日田という町があります。知らないかもしれない、ね、昔の、ね、古い町ですね。でそこへ降りたらとてもなんて雰囲気が良くてね、あここで伝道しようと思ったら、なんと教会が2つほどあったんですよ。それで彼は大分へ行って、そしてそれから今度は豊肥線というまた田舎の列車に乗って、そして熊本へ下っていく時に大津という町で降りました。なぜそこで降りたかっていうと、そこから少し離れたところにアメリカ人の宣教師がいたので、その人を訪ねるために行ったんですね。で降りたら、なんと次のバスを待つのに2時間ぐらい、田舎だから次のバスが2時間ですね。それで仕方なく彼はその町を歩きました。歩いたらここ悪くないなと思ったんですって。それでそうだ、聞くと教会がないっていうからここで伝道しようと決めたんですって。それが大津教会の始まりでもね、その時その宣教師はね、知ってたのかなと思うの。その人がここにしようと思った時に僕の人生も決まったんですよ。でひどいことだなと思うのね。でだから僕はその町ね、行ったこともない町なのに、それから何年後かに、実は私の妻がね、その宣教師が通訳者が欲しいというので、ね、東京の方からその宣教師を手伝いに行ったんですよ。そしてそこで1年間お手伝いをしていた。その時僕はこの妻と婚約してましたですね。で僕はイギリスで勉強してたんですね。そしたら妻が今通訳のために頼まれて、そのアメリカの宣教師頼まれて九州に来てるんだというふうに手紙が来たんですね。それで帰ってきて、僕たち結婚して大阪の方に住みましたけれど、その宣教師が通訳者を取られて困っているというので、僕は仕方なく、じゃあ1年間の約束で行きますよって言って2人で九州へ行って、その大津町に住んだんですね。でも1年だけですよと念をしたんですけど、その人半年もしないうちに、私たちアメリカへ帰るからあなたたち頼むと言われて、そこに残った。そしてなんと50数年そこにいるんですよね。で僕の人生を決めたのはあのジャックさんの気まぐれな気持ちです。でもね、出会いというものはそういうものだよ。で彼らはなんとなくこの街が好きだなと思った時に、僕の人生までそこに巻き込まれてしまっていた。僕は知りませんでしたですね。そうして僕はそこで伝道するようになった。このようにね、時々出会いというのがね、何気ない小さな動機で始まってしまいますね。だから僕はですね、そういう意味でふとした思いつきで、なんと私の人生の大半が決まってしまうというのは本当に不思議なことだなというふうに思いますね。でもですから、出会いというものは小さく始まって、そして予期しない大きな出来事へと発展するのが出会いだということです。だからあのペテロやヨハネやアンデレや、そういう人たちがイエス様と出会ったことは、なんとまあ彼らの人生で革命的なことだったんですよね。そうでなければあの人たちはイスラエルの寒村で
ただ農夫ね、漁師として人生を終わったに過ぎなかったですよ。ところがあんなに変わってしまったですね。内村鑑三を産む、これはとてもね、不思議な導きで、僕はクリスチャンになったんだなと思いますよ。で、明治の初めに札幌農学校がねできた時に、その校長をして来たのがクラークという人でしょ。少年を大将抱けという言葉でとても有名になりました。で、あの人で、ね、札幌にどれぐらいいたか知ってる？5年たったの8ヶ月、8ヶ月でこんな仕事ができるのかなと思うくらいですよね。たったの8ヶ月ですね。で、クラークはね、日本に来た時、聖書を横浜で50冊買ったんですよ。そして黒田清隆っていうね、北海道開拓長官と一緒に船に乗って小樽に向かったんです。で、その時に黒田長官はね、札幌農学校を始めたんだけれども、なかなかいい生徒が集まらないと。だから酒は飲むし、いい加減な子供が多いんだと。だからなんとか道徳教育をしっかりやってくれって言ったんですね。分かった、私にとって道徳というのは聖書以外にないと。だから聖書を教えていいかって言ったら、黒田がね、困るって言った。で、日本にはね、仏教もあるし神道もあるし、まあ新たな宗教を持ち込んでもらっても困るんだ。そしたらクラークは、だったら私はアメリカに帰るって言ったのね。それでいろいろ激論をした後に、じゃあ内緒で聖書を教えてもいいという許可をもらったんですよ。でも来るとクラークはすぐにね、聖書を学生たちに配って聖書を教えたんですよね。でもね、振り返ってみるとね、あのクラークがその時に黒田長官に譲って、じゃあしょうがない、まあ、聖書は教えないと言ったら、後の熊本札幌バンドはない。だからそこで激論をした後にね、ある意味でクラークが絶対に譲らなかった、ね、そこで、ね、実は後の、ニトベアに、あるいは内村が出るきっかけを作ったわけですね。だから、内村鑑三はこんなことを書いてますよ。思い見る明治9年秋9月、汽船玄武丸が領有を乗せて北海に向かって品川を出発せし時、これ実に世の永遠の運命の定まりしき時にありてと書いてあります。そこで決まったんだ。自分は知らなかったけど、あの黒田とクラークが激論をしている時に自分の人生が決まっていたんだなということをつくづく思う。あの時クラークが譲っていたならば、私は存在しなかった。ですからね、とても不思議なことなんだというふうに思いますね。だから皆さんがクリスチャンになるのも、これはね、神様の不思議な、何と言いましょうか、導きがずっと以前から遡ってあったんですよ。ですから自分がクリスチャンであることを軽んじないことです。これは神様が膨大な思いと時間をかけて、そういう時間を私にくれたんだと思っていいと思いますよね。で僕自身がね、クリスチャンになるためには、ね、僕はある本の中で書いてますけどね、私が4歳の時にもう神様は働きを始めました。カナダにいる一人の女性に働きかけたの。そしたらその女性はですね、ある時宣教師になりたいと思ったんですよ。そしてですね、どこへ宣教師として行ったらいいだろうと祈り始めました。そしたらですね、ある収容会に行った時に、ジョルダンという説教者がですね、開口一番こう言ったそうです。マッカーサーは、ね、敗戦後の日本を統治しています、皆さんはそのことをご存知ですねと言ったんですよ。
彼は日本の精神的復興のために1000人の宣教師を求めていますが、いまだに人数は本当に少数です。この中から日本に行きたい人はいませんか。その人のためにはマッカーサーが特別なビザをくれるそうです。進学校は出てなくてもいいそうです。ただし1ヶ月間訓練を受ければそれだけで宣教師ビザをくれると言っています。あなた方の中に行きたい人はいませんかと言った時に、その婦人宣教数字の、ね、ユーレラ・スプワーという若い女性は、ああこれに応えて日本に行こうと思ったということを書いていますね。ですから、まあ、その人が日本に来なかったならば僕はクリスチャンにならなかったわけですよね。そうして彼女は日本へ行こう、そして日本のためにその生涯を捧げようと思ったのはですね、僕がまだ4歳の頃だった、ね、そして2年後に彼女はね日本に到着しましたね。それから日本語の訓練を受けたりして、それから10年経ってね、なんと僕の小さな、そこは8000人ぐらいの小さな町ですよ、僕のね育ったところにやってきた。その時僕はちょうど16歳になっていました。で、16歳っていうと人生について考える時期ですね。しかも僕は学校をね、嫌いな学校で悩んでいて、そして人生をどう生きたらいいだろうかと思っていたんですよね。ちょうどその時にその宣教師が田舎の町にやってきた。で、振り返るとね、早くてもダメだったの、遅くてもダメだったんですよ。僕が人生問題で、ね、悩んで反問しているちょうどその時にその宣教師が来て、私に、ね、朝言ったように教会来ませんかと言ってくれた。それで僕は感動してイエス様と出会った。振り返るとね、そういう出会いは偶然じゃないんですよ。みんな神様がいろんな機会を作って人を動かしながら、そして僕たちに人生でその人にとってかけがえのない出会いを作ろうと準備しておいでになるんだというふうに思いますね。で、そこから大きな僕はですね、可能性が生まれてくるんだというふうに思います。ですからそういう意味で皆さんがクリスチャンになったこと、そして皆さんがね、今この学院で学んでいること、これはね、不思議な神様の導きによることであって、神様は何か皆さんの人生で大事なことをしようと思っていらっしゃるんだと思いますね。だからそういう意味で出会いは神から来るものであり、神の働きであり、第二番目に小さいけれどとても大きな意味を持っているということをですね、思い出していただきたいというふうに思いますね。そうしてですね、イエス様はナタナエルという人に言われました。あなたがイチジクの木の下にいるのを見たと私が言ったので、あなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになりますと、こういうふうに言いました。出会いはね、必ずあなたに大きなことを見せてくれます。だから皆さんがイエス様と出会ったことはこんなに大きなことだったんだと後でわかるですね。そのことを通してさまざまなことが起こってくると思いますよね。だから僕自身も振り返ると、16歳の時に出会って、なんともう60年が経つですけれども、これはもう僕自身が考えてもいなかった一つの人生だと思いますね。多分梶川先生たちご夫妻に聞かれたら、その変化と転機と驚きはさらに大きいかもしれませんよ。だって梶川先生デザイナーになりたかったのね。映画見てデザイナー、デザイナーでしょ。何かね、大体芸術家志望だったんですよ。まさか学院でこんなお仕事をなさるとはね、おそらく全く思ってもいなかったし、なろうとも思ってなかったですね。しかも多分ご両親はびっくりなさってると思いますよ。ですね。ですから子供の頃に、
ね、先生がなりたいと思っていたこととは全く違った世界に導かれていくわけじゃないですか。勝又、ね、のりこ先生の場合もそうですよ。だって女優さんになりたかったのに、なぜこんなところで新学生に、ね、聖書を教えたり賛美を教えたりする。これも不思議な不思議な、どこで我々が神と出会うか、そのことがどれだけ全く大きな転機を与え、違った世界をもたらし、そして違った大きな働きへと導かれるかということは、これは皆さんにも僕は言えることだというふうに思いますね。だからそういう意味で、僕らの人生も大きくこの出会いによって変えられた。だから皆さんにもそのことがあることをね、信じていただきたいなと思いますね。で、まあ、僕はですね、金子みすずっていう人を知ってますか。あの人の詩がこんなに広く多くの人々に知られるとは金子みすずは思ってもいなかったと思いますよ。彼女は全く無名のまま死んでしまいました。とても不幸な生涯を送った人なんですよ。そしてね、何と言いましょうか、彼女の書いた詩はもちろん何人かの人には評価を受けましたけども、広く多くの人に読まれるということはなかったんですね。ところがある時で、一人の青年が、彼女が死んで何十年も経った後にですね、一人の青年が岩波文庫の日本童謡集という本を買って読んだんですよ。そしてそれを読んでいる時に、たった一つ金子みすずという人の書いた詩があるのを見て、それを読んでとっても感動するんです。彼は大学生でしたね。で、その感動はあまりにも大きくてね、他の87人の詩人の詩が全部消えてなくなるほどの感動を私に与えてくれたと言っていますね。その詩が有名な大漁という詩なんですよ。読んでみると、朝焼け小焼けだ大漁だ、大わいわしの大漁だ、浜は祭りのようだけど、海の中では何万のイワシの弔いするだろうという詩を読んだ時にね、この青年はね、びっくりしました。大漁というと、これはお祭りですね。もちろん取れた取れたというわけで、漁師たちも、そしてその漁民たちもですね、もう大騒ぎをしている。だけど一体海の中ではどうだろうと考えたんです。あのイワシたちは自分の仲間や家族が全部突然いなくなって、大きな悲しみを持っているのではないか。その悲しみを歌ったですね。これが矢崎という青年に大きな衝撃を与えましたね。どうしてこの人はね、浜では大きな祭りだろうが、海の中ではどうなのか、そこには大きな悲しみがあるんじゃないか、ね、この弱者に対する大きないたりを、いたわりを持っている金子みすずのその心にですね、彼は感動して、もっと知りたいと思ってね、詩を探すんですよ。でもこの一編の詩以外にどこにもないの。何年も探すんですけどないんですね。でもある時、ある情報で分かりました。この人はね、とても悲しく、まあ本当に悲しいんだけど、自分で命を若い時に絶ってしまいます。あまりにも不幸な一つの出来事の中でね。でもその死ぬ前に500編近い自分の詩をですね、3冊の本に書いて、それをまとめて、それをもう一つまとめて、1冊はね、自分の詩の先生である西条八十という人に送ったんです。でもう一つは自分の義理の弟にそれを送りました。そして亡くなったんですよ。で、西条八十は彼女の才能に気がついていましたから、本にすることもできたと思うんだけれども、結局何にもしません。そしてとうとう見つからなかった。それは紛失されたと言われています。後にこの矢崎青年が
それを探して探して探して見つけたのは弟が持っていた刺繍ですね。それを弟を探すまでの道のりがとても大変だったんですね。でやっと探してそれがあることが分かりました。それを見た時に矢崎青年はもう驚きで感動で、そしてこれを本にしたいと思って出版社を当たるんですけども、500編みんなは無理だ、10編か20編だったらいいって言ったんですけども、矢崎青年はね、今やらなければ500編は失われてしまう、わずか20編だけしか残らない、他のものは全部歴史から消えてしまう、だから私は全部やりたい、でも出版社はどこにもいませんでした。それで彼はね、そのことを朝日新聞の記者に言った。50年埋もれていたとっても感動的な詩なんです。朝日新聞の記者がね、本当に50年埋もれていたのか、そんな詩が本当にあるのかと言って、でも聞いているうちにその記者は感動して、そしてそれを新聞に書いたんですね。そしてこの驚くべき詩を再版するためにはある一定のお金が必要です。多分その当時で300万のお金がいる。そしてこれを300冊作りたい、500編全部ですから1万円寄付してください、そしたらその1冊を差し上げますと言ったのね。そしたら朝日新聞でそれを宣伝したために300人どころではなくたくさんの人々がお金を寄付してくれてできたのが金子の詩集なんだそうです。そしてそれがひとたび出版されるとね、あっという間に人々の心を打つようになっていった。だからもしこの矢崎青年がいなかったなら、今でも金子みすゞの詩は歴史の中に埋もれたままだっただろうと言われているんですね。だから一人の人が何かに出会うということはこんな大きなことなんですよですね。おそらく岩名文庫で出てるんですから、僕も持ってますその本ですから、あれを読んだ人はいっぱいいるわけですから、金子みすゞの詩を読んだ人もいたかもしれないけれども、この矢崎青年のように感動的な出会いをしなかったんです。でもこの一人の青年が感動的な出会いをしたこと、つまりこの人だけがその詩に触れたのね。それが出会いなんですよ。そうするとですね、この小さなことからこの想像を超えて大きな出来事へと発展していったということですね。だから皆さんがイエス様と出会うということはひょっとしたら小さいことだと思うかもしれないけれど、でも必ず大きなことになりますね。まあいろいろそれがまあ伝道の素晴らしいことなのかもしれないね。まあそうね、僕を導いてくれたスプアっていう宣教師ね、日本にいた期間は限られているでしょう、伝道した範囲も限られているでしょう、でもその人が蒔いた種っていうのは彼女が想像したよりももっと広いところに伝えられているかもしれない。つまり彼女がいなければ僕は皆さんにこういうことを話することもない。だからね、僕にねいつもメールをくださる方がカナダのバンクーバーにいます。でその方からある時メールが来て、そして実は米村先生の説教がYouTube で見られるということを知りました、そのアドレスを教えてくださいと来たんですよ。会ったことない人ね。だからじゃあ僕何年か前にトロントで説教したことがあるので、その時の集会に来られた方ですかと返事をしたら、いいえ私は先生にお会いしたことはありませんし、トロントの集会に出たこともありません、ただ私は先生の書かれた記事をネットで読みました、その記事によって私はキリスト教を続けようっ
という気持ちになったんです。それまで私は香港で信仰を持ちましたけど、進むべきかやめるべきかでずっと迷っていました。ところが先生の記事をバンクーバーに来て読んで、ああこれでいいんだ、自分の今のままでいいんだということを知って、私はイエス様についていこうという気持ちになったんです。それから先生の記事を探すけどもね、まだ見つかりません。ところがあるところで僕の説教は YouTube で聞けると聞いたので、ぜひ知りたいんです。それで僕は聞いたのね、どんな記事を最初に読んだんですかって聞いたら、なんと学院の記事だったので、そこのニュースレターに我よ弱けれどって、なんか僕は弱いけれども弱いからいいんだっていう記事を書いたらしいですね。それを梶川先生が記事にして、ここで話した記事を載せ、それで自分はクリスチャンになってこうならなくちゃいけない、ああならなくちゃいけない、とても私にはなれないと言って行きつ戻りつつしてたんだ。でも弱いままでいいというのを読んで、私は本当に先に進もうという気持ちになったんですというような、それで僕とね手紙のやり取りがあるのね。それからは本を送ったり、そしてまたホームページで大津教会のあれも読めるようになったので、よく手紙をくれますね。で、そしてある時に僕はそのスプワーっていう宣教師の伝記を、小さな伝記を書きました。そしてそれを読んだ時に、彼女はバンクーバーから出発したんです。で、今そのバンクーバーに彼女が住んでるわけで、彼女は言いました。私もある意味で米村先生を通してクリスチャン生活を続けようという気持ちを持って、この出会いがあったから今の自分がありますということは、私もあのスプワーという宣教師に導かれたことになるんですねって言ったんですよ。そうなんですよ、ね、ですから出会いというものは非常に広く、いろんな方々に知らないで影響を与えてきます。だからいつか皆さんも多くの人々の母となり、多くの人々の父になるんですよ。ですね。ですから出会いというものはこのように大きな可能性を持つものだということをですね、覚えていただきたい。金子みすゞを発見したね、矢崎青年のことを思うといつも思います。この人よくぞあの一辺の死から、ね、感動を覚えてくれた。ですから皆さん、感動することって素晴らしいですよ。必ず皆さんの感動は誰かに伝わっていきます。で、まあ、したがってね、こういう出会いをより豊かなものにするために、大切なもう一つのことはね、この出会いに忠実であること。やめないことです。やめないためには出会いがとても不思議なものだということを繰り返して思い越すことですね。これは偶然起こったことじゃない、神様がなさったことなんだ、だからこれに、ね、忠実であるということがとても大切ですね。だから僕の人生を振り返ってみても、それしか言いようがない、ね、僕が言ったように、あので進学校行きたかったのに、なんと僕は ある神戸の宣教師のところに、で行きなさいって言われちゃったでしょ。でそこから僕はこんなところでね勉強できないと思って進学校の願書を取ったりしましたけれども、神様はねここだと言われたので、なんと僕は、ね、4年半もじっとそこにいました。問われていたのは出会いの忠実さだったんです。でも今振り返ると、ね、そこでの出会いはとても素晴らしいものでした。でそのことも後でいつか話しますね。そしてその後、ね、大津という小さな町へ行きましたね。でもそこで僕はここに一生残りたくないと叫びましたよ。もう最初はね、残った時には2人、まあ、
大学生1年生が1人と予備校生が1人いたのね。この人たちがいなくなれば僕もどっか行けるなと思って伝道してたからね、いなくなるようにと思いながら。ところがこの2人が熱心でね、米村さん、もう一度高校生にチラシを配りましょうって言うんですよ。僕は嫌だったんですけどね。でも無理やり押されてチラシを配ったら、また高校生たちがたくさん来始めて、あ、これじゃあ僕は動けなくなるなと思いながら、こんな渋々伝道する牧師っていますか、伝道者って。本当に嫌々ながら渋々やったんですけども、動けなくなってしまった。そして神様は若者たちを送ってくださって、それからですね、なんとただコツコツと田舎で伝道をする、50年そこで働き、僕の人生はもうそこで終わろうとしています。でも出会いに対する忠実さがなければことは起こりませんですね。ですからどうぞ皆さん、出会いに忠実であってほしいと思います。そうすれば、ね、主はさらに大きなことをなさるだろうと言われていますね。今日はちょっと早いですけど終わります。 いい